はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、開始から1ヶ月が経ちました。オンラインを1ヶ月間やりましたね。で、今、職業のレベルなんですけども、こんな感じになってます。バトルマスターはマックスで、今、天地雷鳴士が105ですね。で、他のキャラクターが、まあ、90半ばから後半。まあ、前半のやつも何人かいるっていう感じですかね。はい。まあ、来週には全部100を目指してやっていきたいと思います。で、あのね、ほんとやること多いですよね。めちゃくちゃ多い。もう、とにかく装備を、集めるの。特に、アクセサリーね。アクセサリー系を集めるのが、とにかく時間がかかる。なので、どうしてもね、後回しにしたりしてるんですよね。で、俺まだね、全然やってないのがあって、それが、チャンス特技と、新必殺技。まだ持ってないんですよ。なので、今日は取りに行きたいと思います。あ、ちなみに、今、ストーリーの 6.1 をやってます。今、6.1。だね。もう少しで、ストーリーが、最後までいけるっていう感じですね。はい。もうちょっと先にやっとけっていう話なんでしょうけども、まあ、とりあえず今日でチャンス特技、そして新必殺技を覚えたいと思います。行きましょう。チャンス特技のこれ、クエスト難しくないですか？ガメゴンロードの転生モンスターを倒せでしょ？これは相当時間かかるんじゃないの？転生なんて俺、今までね、一度も出会ったことないんですよ。これ簡単に出るのかな？あー、いた！ガメゴンロード。発見しましたけども、出てくんの？何回かで出てくればいいけどね。いや、出てこなかったらこれは辛いぞ。いやー、出ないなー。どう、出ない？これ、普通の確率で出せってこと？普通じゃ出ないぞ、これ。もう、どうしても出ないので、プチプチ香水使います。10分間だね。OK。10分あれば、何体か倒せれるので、出るでしょう。おーし、来たー！一発来た！で、強いの？強いの？おい。あ、やられたかも。強いじゃん。はいはいはい。レジェンド強い。できればガメゴンロードの方から倒してくれればありがたいんだけどね。オッケー。あ、でも全然そんな HP も高くないし、いけるね。余裕そう。今さすがにそうか。レベルがね。全然違うでしょう。オッケー。これでようやく、チャンス技が使えるようになりますね。チャンス技か。あ、確かにね、仲間にするお供の人たちは、みんな持ってるよね。これは本当に、すぐ取らなきゃいけないやつだったんだろうな。オッケー。一発だったー。行きましょう。やっと来た。チャンス特技。覚えました。よし。これでね、また一つ強くなったんではないでしょうか。結構ダメージ与えれる技があるよね。はい。では次。新必殺技、覚えに行きましょう。いきます。修練の竜アズロですね。まずは、ああ必殺あった。まあいいや、とりあえずカカロに。おお、意外と強いぞ。やべえ、死ぬなよ。おー、アップね。ギリギリ OK 使った。で、あとは勝てばいいだけね。ただし結構強いってこと。待て。はい、俺もやられる。そう、ま、
大丈夫か。一回かね。おい。でもまあまあ大丈夫でしょう。うん。あ、ちょっと待って、俺、ちょっと待って待って、バカバカバカ。宿屋で寝てきてないじゃん。もう全然、MP がない。おい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 、ちょっと待って待って待って、何やらかしてんのよ本当に。これはちょっとやっちゃったな。まあまあいけるか。うんうん、もう黄色だしね、いけますね。やばそうな気がする。あ、やった！初めて出た！初めてチャンスって出た！使ってみよう。何？ドラゴンソード、あ、グラウンドクロスはなんかよく見るな。あ、これも見る。弱っ！弱っ！まあまあ、攻撃力とかそういうのにね、依存するんでしょうよ。俺が使っても弱いな。仕方ないか。こればかりは。仕方ないですね。一応ちょっとマジックバリアは貼ってた方がいいのかな。使わんか。バーナとかの方がいいのか、こういうやつはね。オッケー。あのね、武器はね、俺店売りのやつをとりあえず装備してるんですよ。なのでダメージ全然取れないんですよね。あ、勝った。いいの？まだなの？ちょっと待って。もう MP が全然足らん。本当に。MP が全然足りないよ。よし。なんだ、まさかの2連戦か。2連戦になるとは思わなかった。ちゃんと武器とか装備したがいいですね。もうあるやつをとりあえずつけてるだけですもん。うん、あのレベル110になったら装備をね揃えようかと思ったんですよね、武器も。うん、なのでとりあえずのやつです。今は防具はね、あの一応レベル100のやつを全員集めました、全員分ね。なので防具は OK なのよ。 OK。 あ、やば、死ぬよね。でも仕方ない、勝てるでしょ。 MP がちょっと怖いな。58、絶対足らんね。やばそうやばそうやばそう。一応魔法の聖水ぐらいで回復させとくか。よし、こんだけありゃいいでしょ、十分。これで幻惑になってくれればいいけども、ならないよね。でももう勝てる、もう勝てるでしょう。オッケー。こういうやつで攻撃していっていいんですよね。するもんね。お供の人たちは。オッケー、勝てた。ではイゾラに話しかけて終わりかな。全員しなくていいよね。一人でだけでクリアすれば全員覚えるんだよね。よし、来ました。ようやく新必殺技を使えるようになりました。これね、 6.3 までいかないと
覚えれないのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなかったですね。はい、ということで今日はチャンス技、そして新必殺技覚えました。もう少しね、早くからやっとけばよかったかな。そうするとボス戦とかもね、ちょっと楽になってたところもあるのだと思います。うん、ちょっと遅かったな。はい、では、今ちょうど1ヶ月プレイしました。2ヶ月経つと、まあ、何人か、レベルマックスが出てくるかな。うん、全員っていうわけにはいかないかもしれませんけども、まあまあ徐々にやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。